どうもボルクハです。ビルの明かりが綺麗な夜の東京駅にやってきました。今回は東京駅から出るどんどん廃れていくかわいそうな特急列車に乗車していこうと思います。乗車するのは特急さざ波3号の君津行きです。とりあえずここから遠く離れた京葉線方面へ移動します。30分前に特急若潮の上総一ノ宮行きが発車していくようです。上総一ノ宮、君津と聞くと総武快速線からの行き先のようですが、通勤客のために短区間の特急が走っています。特急若潮の上総一ノ宮行きは10両編成、通勤時を中心に普段5両編成の E257 系は10両編成となります。隣に停車中の電車は京葉線快速君津行き、これから乗る特急と行き先は同じです。特急さざ波3号君津行きが入線してきました。 E257 系500番台の5両編成で東京駅京葉地下ホーム1番線から発車します。側面や前面にはさざ波という表示。今回は私は指定席車両を予約しています。基本的に特急さざ波は5両のうち指定席車両が1両のみとなっています。さて車内へと入っていきましょう。 E257 系は新しそうに見えますが、同じ形式で中央本線特急から撤退していますので、もはや新しい分類にはもう入れないようです。車内はおそらく房総の海をイメージした青色の座席が並んでいます。またグリーン車の連結はこの形式はありません。18時30分、東京駅を発車しました。特急さざ波について少し説明します。特急さざ波は1972年に運行を開始した内房線方面の特急列車で、外房線方面の特急列車は別に若潮という名前がついています。運行当初は新宿や東京から内房線の立山、千倉まで運行していましたが、バスによる競争に負けてどんどん勢力を衰えていきます。
列車の本数は次第に減っていき、2015年のダイヤ改正でついに特急さざ波の定期便は君津から先の立山方面の運行を終え、現在では東京から君津間を朝に上り、夜に下り、数本走るだけの実質通勤用特急となってしまいました。特急若潮はまだそこまで衰退しておらず、1日通して阿波鴨川まで運行していますが、いつ衰退するかは分かりません。しかし土休日はほとんど新宿さざ波という臨時列車が走っており、こちらは立山まで行きますが、あくまで臨時列車という扱いです。定期の特急さざ波は京葉線内の駅はすべて通過、その先五井、姉ヶ崎、木更津、君津と停車していきます。使用車両は E257系500番台の5両編成がほとんどで、朝に上り1便だけグリーン車付きの9両編成255系による運転があります。バスに客を取られ、さざ波を車内から見ることはできなくなった悲しい特急列車ではありますが、自由席の乗車率はよく、通勤用特急として重宝されています。
終点の君津駅に到着。基本的に速度は出してくれて助かりました。君津駅では君津より先に行く普通列車立山行きに接続しています。それではご視聴ありがとうございました。